それでは、お願いします。今回、安美錦が引退しました。年寄り安治川を署名することになりました。まあ、これからも、ご指導、またご鞭撻、よろしくお願い申し上げます。場所中のお忙しいところ、お集まりください。本当にありがとうございます。私、安美錦は、引退し、今後は、年寄り安治川として、後進の指導に尽力してまいります。現役中、たくさん、応援していただきました青森の方々、講演会、また治療していただいた先生方、本当に、たくさんの人に支えられて、ここまでできたと思います。そして相撲と巡らしてくれた、お父さん、お母さん、両親、またここまで、指導していただいた伊勢ヶ濱親方、そして家庭を守りながら僕を支えてくれた妻、そして元気をくれた子供たちに本当に感謝申し上げます。本当にありがとうございました。すっきりしてますね。本当に、やることは、全てやった、まあ、そういう思いで今はすっきりしております。まあ、怪我をして、まあ、そのまま病院に行き、まあ、今までと怪我はね、今までにもたくさんあったので、もうすぐ出ることをどうやってその出るためにやっていくか考え、またその日からすぐ行動して、もう土俵に上がるために、ずっと、やってきました。そして、まあ、中日ですかね、中日前に、その、まあ、取り組みを、出場するという決断までできてなかったので、それ勝ち越しの目もなくなり、どうするかと自分の中で考えたときに、ふとこう、ね、よしやるんだという思いの他に、また土俵に上がって怪我をしたらとか、こういろんなその今までと違って違う考えが頭の中を巡って、これはもう、ね、土俵に立つべきではないかなと自分で判断して、そして家族にも伝え、そして師匠に報告させていただきました。まあ、師匠はまあその私の気持ちを優先してくれて、その、ね、今後に、向かうために、もう一度土俵に立つことも考えていいぞと、その自分の、気持ちを整理するためにもう一度土俵に、立ってみたらと言っていただき、まあ、一晩考え、まあ、それでも決意が、変わらなかったので、まあ、そのこういう気持ちでね、やはり勝つために土俵に上がったので、まあ、それ以外のことで土俵に立つべきではないなと自分で思い、まあ、潔く、やめようと思いました。悔いは全くないですね。まあ、最後怪我で、ね、こういう形になってしまいましたけど、まあ、それまでに、土俵に上がる準備はしてきてたので、まあ、何も、やることは目いっぱいやってきたと思います。まあ、そうですね、まあ、長かったなと思います。まあ、よくやったんじゃないですかね。まあ、師匠の教えを、まあ、素直に聞いて、まあ、それを実行に移す、まあ、それを、ね、心に留め、もうずっとそれを実行していこうと思ってやってきた、相撲人生だったので、ここまで長くできたのも、まあ、師匠の教えのおかげだと思ってますし、まあ、そうですね、まあ、上出来だったと思います。そうですね、まあ、戦いというよりは、まあ、本当ね、まあ、怪我をして、まあ、その怪我と一緒にね、ここまでこう強くなってやってこれたので、まあ、怪我と戦ったきたっていうことよりは、本当もう、そうですね、まあ、一緒に、やってきた、
うん、まあ、仲間じゃないですけどまあ本当に、うん、まあ、僕はここまでこう、ね、しっかり相撲と向き合えるようにしてくれたのは怪我があったからだと思いますし、うん、本当に、まあ、怪我にも感謝してます。まあまあ、よくやったなって、まあ、褒めてあげたいですけど、まあ、その記録を目指してやってきたわけではないので、まあ、その毎日ね土俵に上がって戦う、まあ、それをずっと続けてきた結果がこういう形になって現れて本当に、まあ、嬉しいですね。良かったです。まあ、怪我で休場も多かったですけど、まあ、その中でこう関取をね保ち続けれたっていうことは、今後も生きると思うだろうし、その今場所、その通算連続でしたっけ、まあ、その記録に海王関の記録に並べたってことは、まあ、抜きはしなかったですけど、まあ、本当並べただけで本当光栄に思います。もうそういう、まあ、できればね抜きたかったですけど、うん、まあそうですね、まあ、場所前も海王関のところに、部屋に出稽古に行ったんですけど、うん、まあ、並べただけで十分です。思い出ですか。もうこんなに長くやってるとねやっぱり、まあ、たくさんありますけど、まあ、そのいろんな、ね、横綱大関、数々、強い関取たちとやってきたのは本当すべて思い出に残ってます。うん、まあ、その中でも本当そういう相撲よりは怪我して復帰して幕内に戻って最後勝ち越して三賞もらえたあの千代翔馬戦が一番、うん、思い出というよりはもう本当、うん、心に残ってるなと思います。まあ、本当、ね、怪我して辛い状況で、あそこまで戻ってこれて、本当、うん、ね、まあ、その家族の支え、まあ、本当みんなの支えのおかげであそこに立てた、まあ、ああいう結果出せたっていう、うん、あの一番は、何事にも変えられない、自分の中にある本当いい瞬間でしたね。師匠に伺います。まあ、引退することに対してはですね、まあ、本人が納得いくまでねやって自分で結果出してっていうことなんで、まあ、それはもう本人にずっと任せてましたから、まあ、いつかそうやって言ってくるだろうなっていうのはありますけどね。まあ、長い間頑張ってくれたんで、まあ、本当に誇らしい弟子でもあるしね。うん、まあ入った頃からねよく言うことも聞くし、ね、まあ、稽古もするし、まあ、いとこの子供なんでねどうしてもこう稽古も厳しくなるんですけど、まあ、それに対してはよくついてきたんで、まあ、できれば本当大関横綱してあげたいなという気持ちもありましたけど、やはり怪我っていうのがね続いてたんで、まあ、それにまた負けることなくね頑張ってくれたんで、まあ、さっきも言ったように本当に弟子として誇らしい、そういう気持ちですね。そうですね、まあ、相撲の技的にもねいろんな技を繰り出してね、皆さんにこう喜んでもらえた部分もたくさんあったと思うし、うん、そういったものもこれからね次の世代また、ね、継承してね教えていけるんで、まあ、そういうのは良かったんじゃないですかね。まあそうですね、まあ、ずっとその引退するしないは、私の気持ち一つに任せるっていう言ってくれてたので、まあ、そこは自分で決めてそれで報告したっていう、そうですね、その親方に言う、まあ、直前に電話して今ね、辞めるよって、言って、本当お疲れ様でした。まあ、子供たちも、ね、一人一人、まあ、電話ですけど話して、もう相撲取らなくなるけど、まあいいかなって、
うん、そしたらまあ、うん、いいよって言ってくれたので、うん、そうですね。でも、うん、まあ本当ね、ここ最近はずっともう成績もあまり振るわず、まあ辛い思いもかけてたので、うん、まあ、夫婦ともすっきりすっきりしたかなと、うん、気もします。そうですね、やはりその存在は本当に大きかったですね。まあ、子供たちからも元気もらい、まあ、妻が支えてくれ、ここまで、まあ、元気に土俵に立てたのは家族のおかげもあると思います。まあ辞めるって、まあ、電話で伝えて、まあ、母にですね、母に伝えて、うん、そうかって、まあ、自分で決めたなら何も言うことないし、うん、まあ、本当いい夢見させてくれたって言ってくれたので、うん、私は本当、うん、そう言ってもらえてありがたかったなと思います。まあ、父は、まだいけんじゃねえかっては言ってましたけど、うん、やってみろよって言ってたんですけど、まあ照れ隠しなのか分かんないですけど、まあ、本当に、ね、小さい時にこの相撲に出会わせてくれた本当父、まあ、それをこう、ね、支えてくれた母と、まあ、そしてここまで元気で、ね、やれたこの、ね、こんな体に産んでくれた本当両親に感謝したいと思います。そうですね、本当青森の方々には、本当に、激励もあれば厳しい言葉も、ね、かけられて、まあ、それがね本当頑張る原動力になったというか、うん、まあ、青森の人はみんな相撲好きなんで、その相撲の中でねみんなに、喜んでもらえるようにと思って一生懸命、まあ、やったことで、まあね、そのみんなが喜んでくれたと、喜んでくれたなら本当それで良かったと思ってます。そうですね、本当、ね、相撲王国だと思って、やってきてたので、どうにかねこの青森から力士っていうどんどん続いていってくれればいいなという思いはありました。今ねあのいる青森の宝富士、そして大野将、まあ、怪我して落ちてますがうちの、誉れ富士、あと他の部屋ですが大聖堂さん、みんなね頑張ってその青森を盛り上げるために一生懸命頑張ってくれたら嬉しいですね。本当にここまでやるとも思ってなかったですし、まあ、気づいたらこの年齢になってたっていうのも正直な気持ちなので、本当毎日毎日稽古を降りてそのいつもやってきたことをやってただけなんで、まあ、気づいたらこの年齢になってたっていうだけですね。そうですね、やはりね土俵の上で自分の力を出せる、うん、まあ、それを見てお客さんに喜んでもらえれば、いいことなので、まあ、稽古場でできやったことを本場所の土俵でも出せる、まあ、そういう力士を、育てていきたいと思います。そのために一生懸命稽古場で教えたいと思います。やっぱりここまでね相撲を取ってきているんで、まあ、他の親方私も含めてね知らない部分でのその自分で持ってるものってたくさんあると思うんですよね。まあ、怪我の克服とかそういう方法、怪我しながらでも相撲を取っていく方法とか、そういう精神的な部分でねたくさんたくさんその教えることたくさんあると思うんですね。それをしっかりまた次の世代にですねやっぱり教えていってもらいたいなと思ってますね。うん、まあ、長くやったとか、まあ、そういうことより自分の好きな相撲でここまで長くできた土俵の上に、立てたっていうのは本当、幸せだったと思います。うん、本当に、いい力士人生でした。まあ、やはり、ね、初めて取った金星、武蔵丸戦、またその後、ね、貴乃花さんと、
から取った金星はやっぱり思い出には残ってますね。武蔵丸さんは本当すごく大きかったですし、土俵に上がって初めて怖いなと思った、横綱でした。貴乃花さんはそうですね、まあ、最後の相手ということに結果になってしまいまして、まあ、自分の中でもいろいろとこう葛藤はありましたけど、うん、まあ、今思えば、うん、まあ、僕をここまで大きくしてくれた一員でもあるかなと思います。そうですね、その若さ、まあ、自分もその、ね、向かってた時は必死に向かってただけなので、その龍虎関もね、もう何も土俵の中では考えなくていいんです。もう一生懸命土俵の上で自分の力を出すだけなので、いらないことを考えないと、まあ、一生懸命頑張ってほしいなっていう気持ちはありますね。やはり若い子がねどんどん出てこないと、うん、ね、土俵に活気も出てこないし、まあ、ああいう若い子が出てきたことで、これからも大丈夫かなという思いもやはり、ましたね。そうですね、本当に、ね、たくさんの声援、かけていただいたので、それが本当に心の支えじゃないですけど、まあ、そういう部分になってた部分もあるので、本当感謝してます。また、まあ、引退して私は相撲を取りませんが、これからも、今いる、ね、力士たちがたくさん、うん、楽しい土俵を見せてくれると思うので、これからも応援してほしいなと思います。まあ、土俵に上がってね、なんか楽しいとか面白いという部分は本当なく、まあ、ずっと苦しい土俵だったですけど、まあ、怪我をしてもね、まあ、あそこまでできる、まあ、そういうことをね、見せれたってことは、そのまたね怪我した人たちにも、うん、できるんだっていうふうに思ってもらえれば、うん、諦めなければね必ずできると思うので、まあ、そういう怪我に負けないでね一生懸命頑張ってほしいなと思ってます。それで記者会見の方を終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。